はい、久しぶりの筋トレ Vlog です。で、今僕は3月の JCP と、まあ、来年のボディ系の大会に向けてエバルフトのプログラムをやってます。で、今回やってるのが上半身下半身の筋肥大の9週間トレーニングのやつになります。今、ウィーク2まで終わってます。で、ウィーク1もやったんですけど、ちょいちょい撮れてない動画があったので、もう今回はウィーク2からの動画になります。まあ、参考になればなと思います。じゃあ今からデイ1から見ていきます。で、デイ1が上半身ですね。まず第一種目がバーベルのベンチプレスになります。で、これが今回僕が120キロの6レップがトップセットですね。80センチラインに小指にしてます。ちょっとナローめのベンチプレスでやってます。で、これが第1種目。第2種目がラットプルダウンですね。で、これのレップレンジが9から11レップで3セットを行います。で、これが59キロで11回を1セット目、で、2セット目が10レップで、3セット目が56キロに落として10レップって感じですね。のレップレンジっていうのが、その RP して、で、その RP に指定したところまで行ったらやめる。で、そのレップレンジの範囲の中でやめるっていうのを3セット繰り返していきます。次の種目がホリゾンタルロー DY ローですね。これも背中の種目です。これも同じようにレップレンジが9から11で3セット、で、 RP 指定がこの週は補助種目が8ですね。60キロを11回と10回と9回の3セットになります。で、次の種目がラテラルレイズ、サイドレイズですね。これはレップレンジが12から14、少し多めで3セットになります。なので、僕は10キロで14回と13回、12回っていう感じになりました。一応肩の横を狙った種目です。はい、こんな感じです。次がフェイスプルですね。ケーブルのフェイスプルです。これレップレンジが15から20レップで3セットになります。これも少しハイレップになります。ディアっていうよりもディアと肩甲骨周り外旋する動きを入れてます。これもまあミック2なので、ちょっと控えめに RP9 かなで3セットしてになります。で、これは10キロで16回15回14回っていう感じですね。次が腕の3頭の種目で、ライングトライセプスエクステンションです。これはレップレンジが10から12で3セットです。 37.5 キロで12回12回10回っていう感じです。この辺のメイン種目じゃないところはしっかりフォームを維持したまま行える範囲でやっていきます。特にベンチプレスとかでプラス系の種目で鍛えにくい長頭側を鍛えるために、ライングトライセプスエクステンションを選んでます。これ3セットですね。で、この日の最後がバーベルカールです。で、レップレンジがこれも同じように10から12レップで3セットです。重量が 37.5 キロです。第1セットが12キロ、第2が10レップ、第3が10レップです。これでデイ1の上半身の日は終わりです。まあ、上半身鍛えるんですけど、結構種目は多いんですけど、週4なのでこんなもんです。こんなもんです。はい、じゃあ次のデイ2の下半身ですね。に行きます。はい、で、下半身の第1種目がバーベルスクワットで、僕はハイバーを選択してます。ローバーもしたかったんですけど、ちょっとローバーは、まあ肘がちょっと痛くなる可能性があるので、で、いつのスクワットはハイバーにしました。で、この日が170キロで5レップで
ですね。で RP7 指定なんですけど、ちょっと越しちゃったかなっていう感じです。 7.5 ぐらいになっちゃったかなっていう感じです。ウィーク1が結構174レップがかなり軽かったんで、まあ、そのままいけるかなと思ったんですけど、ちょっと調子が悪かったです。で第2種目がルーマニアンダンベルデッドリフトですね。これレップレンジが10から12レップで3セットです。片方40キロのダンベルで12回を3セットです。しっかり可動域取ってやってます。バーベルじゃなくてダンベルの方が腰の負担が少ないので、ちょっとダンベルで今はやってます。バーベルではもちろん大丈夫です。で3種目目が SSB バーのブルガリアンスクワットです。でこれレップレンジが12から14レップで3セットやります。でこれは 62.5 キロで第1が14レップ、第2が12レップ、第3が10レップ。各足3セットなんで、まあ、実質6セットやってます。かなりきつかったです。で、4つ目の種目がカーフレイズです。でこれが、レップレンジが15から20で3セットです。でこれを17レップですね、を3セット行いました。最後にアブローラーですね。これケーブルで8ストラップをつなげて荷重してます。荷重が10キロですね。これを3セット、10キロで12回12回10回っていう感じです。ちょっとケーブル側に引っ張られるんですけど、その都度ちょっと修正してあげて戻すっていう感じにしてます。ここまでがデイ2ですね。で次デイ3です。デイ3がまた上半身になります。でこの日は、ショルダープレス系の種目から始まります。で第1種目が、ランドマインプレスを選択しました。オーバーヘッドプレスでもいいんですけど、僕はこっちの方が、まあ、腰に負担が少なく好きなのでランドマインプレスにしてます。で次が、インクラインプレスですね。でダンベルを選択してます。でこれが43キロで8レップで、少し落としてバックオフで41キロを8レップ3セットです。次が懸垂です。これがレップレンジが6回から8回で3セットです。20キロ荷重で8レップして少し落として15キロで8レップ2セットです。でこれで3セットですね。その次の種目がランドマインローですね。まあ、ティーバーローですね。これもレップレンジが6から8で3セットになります。まあ、基本的に上半身の日は上から引く種目、プル系の種目とロー系の種目どっちも入ってる感じです。なので結構背中の種目が多いんですけど、背中はちょっと多めになっちゃうのでしょうがないですね。で次が、インクラインカールですね。これがレップレンジが10から12レップで3セットで16キロのダンベルで11レップ10レップ9レップっていう感じです。で次がケーブルのサイドレイズですね、ラテラルレイズです。これのレップレンジが12から15で3セットで、
5キロですね。5キロで16回、15回、13回で3セットを行いました。まあ、インクラインサイドレーズでもいいんですけど、僕はケーブルの方が好きなのでケーブルでやってます。でこの日の最後がケーブルフライです。これは、レップレンジが10から12レップで3セットです。でこれが10キロで11回10回で少し落として9レップです。最後の9回ですね。まあ、今まで結構パワーの練習でベンチプレスをいっぱいしてきたので。ちょっと今ベンチプレスは関節を休める意味でも避けてるというか、まあデイワン以外はやってない感じですね。ちょっと新しい刺激を与えようかなっていう感じです。これがデイ3です。はい、最後のデイ4がまた下半身になります。で第1種目がデッドリフトです。でコンベンショナルでやってます。でこの 182.5 っていうのは結構軽いんですけど、もう表に載ってる通りにやってます。 182.5 キロで6レップでバックオフで落として170キロで6レップ4セット合計5セットやります。結構きついですけど、次もまたハイバースクワットです。本来ならデイ1の下半身がローバースクワットで、デイ4がハイバースクワットっていうのがまあテンプレートなんですけど、ちょっとやっぱローバースクワット僕の場合は、肘がちょっと痛くはないんですけど痛くなりそうなので、デイ1を普通の、2-3バーありのスクワットハイバースクワットにして、デイ4のハイバースクワットは3ブレスでちょっとボトムで止めるような感じで、ちょっと刺激を変える感じでやってます。これが、132.5 キロで9レップやって、バックオフで125キロで9レップ3セット合計4セットになります。まあ、基本的に、この大きな種目は、ね、2つしかないですね、デイ4は。ですけど、まあ、デッドリフトとスクワットやるので結構きつい、日ではあります。で、腹筋ですね。腹筋のレッグレイズですね。レッグレイズで、これ4キロ荷重ですね。4キロのダンベルを足に挟んでレッグレイズしてます。しっかり骨盤を後傾してあげて、腹筋を収縮してあげる感じでやってます。特に腹筋の下の方を鍛えるイメージですね。この足に挟む方法はかなり荷重しやすいんでおすすめです。20レップ3セットですね。最後にシーテッドカーフレイズですね。これが15から20レップで3セット。これはライングレッグカールのマシーンに座ってやってます。これが一番やりやすいので、これでやってます。これを25キロで17回3セットです。まあ、かなり地味なトレーニングなんですけど、一応カーフもやるようにしました。まあ、スクワットの時とかも結構関係してくるんで、やった方がいいと思います。1週間。デイ1からデイ4までプログラムがこんな感じです。筋肥大なのでそんなにこう一発をやるわけじゃないんですよね。結構種目も多いんですよね。パワーリフティングプログラムではないのでベンチとかスクワットは結構4から6が多いんですけど、その他はもう10レップとかが基本になるので基本的には筋肥大系のプログラムになります。そんな感じです。で体重が今90キロで、まあ、この90キロ前後を維持したまま JCP までいこうかなっていう感じです。そんな感じです。以上です。ありがとうございました。